こんにちは。こんにちは。コストコラジオです。はい。はい、今日はですね、9月1回目の購入品紹介です。はい。今日はどちらかというとですね、お使いです。頼まれ物のお買い物です。はい。いろいろ買ってきたんで、紹介していこうと思います。はい。一つ目はまずこちら、久しぶりの入荷ですね。カークランドの大人気商品レッドグレープフルーツカップ戻ってきた。久しぶりに戻ってきたね。これ本家のグレープフルーツね。この前ビタのさ、バレンシアオレンジカップとか紹介したけど、やっとですね久しぶりに戻ってきて、本当に近くの倉庫店で見たのいつぶりだろうね。半年ぐらい、半年は経ってる気がする ね。全然見なくて、これはこのもぎたてのグレープフルーツがもりもり入って12カップ入り、今回は2箱ですね。頼まれ物で買ってきています。まだまだ山積みになってたんで、ぜひですね久しぶりにグレープフルーツの食べたいなっていう方は、倉庫店でめっちゃあった。でもちょっと値段上がった。そう、ちょっとだけ上がってた。なんか1688円だ、もうちょっと安かった気がするんだよね。気持ちちょっと値上げしたかなっていう感じです。はい。で続いてはザ頼まれ物。これだけちょっと前に買ったんですけど、頼まれ物で家にあったんで載せてます。なんだと思いますか。わからないんですけど、これは実はナマコです。ナマコ。見てもわからない。乾燥ナマコ。なんかこんな感じで。高級中華料理に使うみたいで。ね、乾燥パッケージで。お友達から頼まれました。はい。これでも多分安いよね。これだけ入って1000円ぐらい。だったからすごい安くて、ちょうど底値ぐらいになってたね。多分なんだろう、商品改定というか、ね、なくなるところでいつもよりも3分の1ぐらいの価格で売ってました。カナダ産の黒ナマコでございました。はい、はい、続いてはこちら、じゃじゃん、リンツリンロールチョコです。ミルク味、金と銀がアソートで、ヘーゼルナッツとか、抹茶とかだったかな、ホワイトチョコだったりとか入ってるんで、これは純粋にこのミルク味がたっぷり10粒ぐらいかな、確か。時期によったらストロベリーとか抹茶とかもある。そうだね、もうちょっとしたらリンツのいろんな種類も増えてくるかなって、で今回はミルク味を買ってきたという感じです。パティシエール、ね、おしゃれ、高級感やっぱあるよね、リンツだけに。こんな感じの可愛いチョコレートがだいたい50粒かな、で1750円。これ多分アウトレットも半額ぐらい、もっと安い。アウトレット1粒でさ100円ぐらいしない？する。結構するよね。だからコストコは1粒30円から50円とかで食べれるって思ったら、やっぱすごいお得。よくね、コストコ会員ではないお友達に頼まれるのがこれだね。ね、リンツはね、よく頼まれる、という感じで、グレシラにリンツにナマコ、そしてもう一つがですね、こちらです。のスマートキッズベルト。スマートキッズベルト。これが、2本入り。これがなんかコスパのいいチャイルドシート。そう、チャイルドシートを買わなくても、この写真の感じでここで止めたらチャイルドシートの代わりというか、チャイルドシートがなくてもお子さん乗せて OK みたいな感じの便利グッズです。法律が変わって、今チャイルドシートが校則とか義務付けられてるからね。結構ちょびちょび見るよね、これ買ってる人。お子さんがいるんだったらチャイルドシート置いちゃうと結構邪魔だからね。これ本当に手のひらサイズの多分ベルトが2本入ってるんで、一応予備となくす可能性もあるからね、一応予備と2本あったり、あと兄弟、
で2本あったりしていいんじゃないかなと思うアイテムで、こちらが2本入りで3800円ぐらい。結構ね、3歳から12歳まで、小学校6年生まで使える。で結構長いね、保育園入る前からさ。そうだね、赤ちゃんから切ってみる。多分長さいろいろ調整できると思うんで、こんな感じで使いやすいアイテムで、結構コストコのカー用品で人気のアイテムかな。他にもジョイーのね、ジョイーじゃないね、ジョイーはあれだね、ベビーカーだね。まあいろんなキッズ用品とかもあるんで、カー用品だったらこれかなっていう感じです、はい、こんな感じでちょっとお使い編ですが、お使い編で前半ですね、4品紹介させていただきました。こちらのグレープフルーツカップとナマコ、そしてキッズベルトにリンツのミルク味を買ってきました。はい、続いてまた後編の動画はお届けしますので、ぜひですねグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。